あ、高めから来ましたね。あ、はい、ずっと見てましたけどね。あ、そう、はい、じゃあ今回はですね、またベスト5ということでご案内していこうと思います。今回はですね、東京マルイさんのガスブローバックハンドガンということで、ベスト5選んでいきましたので、ね、こちらぜひ、こちらね、ぜひじゃない、発表していきたいなと思いますので、はい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 、よろしくお願いいたします。それでは早速ガスブローバックコーナーに行きましょう。はい、ではですね、こちらはあの東京マルイさんのガスブローバックハンドガンコーナーに来ました。ではですね、早速第5位の発表となっております。第5位はこちら、グロック 18C になってます。はい、グロック 18C でございます。はい、こちらですね、まあ電動ハンドガンでも出てるモデルでございまして、ガスブローバックハンドガンには珍しくセミとフル両方とも切り替えができるといったものになっております。でですね、こちらすごい根強くてですね、今まで結構品切れかかってるんですが、もう入った瞬間に結構その注文が入るような品物となっております。で、18はね、いろんなメーカーさんから出てるけど、そうですね、どこのメーカーさんも18はやっぱり、ね、そうですね、売れ筋商品だと思います。で、この商品なんですけれども、まあ、グロックらしいといえばグロックらしく、まあ、このようなフォルムとなっておりまして、かつ動作も軽快となっているので、そうですね、まあ、いつもの使ってるハンドガンからちょっと飽きたなっていう方におすすめに、飽きたな、ちょっとなんか別の使い方したいな、フルオートでも打ちたいなとか、そういう方におすすめのモデルです、なので例えばこのモデルにですね、ロングマガジンつけて、フルオート専用のハンドガンにしちゃってもいいのかなと思ったりします。あとはグロック18、まあ、グロックシリーズって言った方がいいですかね。グロックシリーズってカスタムパーツが非常に豊富なんですよ。あ、なるほどね。なので例えばこれをカービンストック化して、フルオートセミオート両方とも打てる、ハンドガンの皮をかぶったハンドガンの皮をかぶったカービンの銃、カービンの皮をかぶったハンドガンっていうのでもできるのかなと思いますので、そういうね、カスタムされる方には結構こちらおすすめとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ではこちらが第5位でございました。はい、はいはい、ではですね、続きまして第4位です。第4位はこちらになってます。はい、はい、こちらですね、ガバメント、M1911 のミリタリーモデルとなっております。まあこちらはもう昔から俺も根強い人気、根強いですね。もう何がいいかっていうと、まあ、僕これ個人的な話なんですが、細いんですね。あ、細い、あ、細いからもうとにかく握りやすい、いわゆるシングル、そうです、シングルカラムなんで、そういう意味でも、まあ、握りやすくて、あとこの形が好きって方もやっぱりいっぱいいらっしゃいますよね。そうだね。でデメリットとしてはちょっとガスの容量が少ないので、はいはい、そこだけちょっと、この時期になってくるとちょっと使いづらいかなとは思うんですが、冷えに弱いんです。ただそれでも、あったかくなってくると本当安定して動く銃になっておりますので、うん、こちらもすごいおすすめです。またこのグリップのところですね、こちらも結構パーツ出ておりまして、あ、なるほど、お好きな、多分チェッカリングのものとか、メダリングのものとか、そういうものに、変えることもできますので、そちらもお好みで使うのもいいのかなと思います。やっぱこうガバシリーズだといろんな派生モデルがね、そうですね、いろいろあるけれども、やっぱこのミリタリーガバミリガバがっていう、この一番最初のモデルがって言われるやつがやっぱ人気が高い、はい、人気が高いですね、なのでこちらもぜひチェックしてみてください。ではこちらが第4位でございました。はい、続きましてですね、今こちらのガバメントシリーズのところから上段にグッと上がりまして、ハイテマボーテージのゴールドマッチとなっております。はい、はいはい、ハイキャバ 5.1 ゴールドマッチ、まあ、こちらですね、すごい金色、すごいですね、派手なモデルとなっております、はい、こちらって何でしょう、コンバットシューティングとかされる方とかの、モデルとして一番初め出たらしいんですが、今ですね、こちらサバゲーで使われる方もすごい多くなってます、まあ、というのも今ちょうど、今ちょっと飾ってないんですが、MTR16 のゴールドモデルとセットでご購入される方とかも多いんですね。でハイキャパっていうと、さっきの、ガバメントシリーズのちょっと冷えに弱いっていうところとか、ガスがちょっと少なめにしか入らない、それを克服した大容量のマガジンとなっております。なのでそのガバメントシリーズちょっと、ガスが弱くて使いづらいな、そういう方には、
このガ、ハイキャパシリーズ非常におすすめとなっております、うん、またですねこのスライドが肉抜きされていたりとか、うん、このサイト見てもらえますか。ここから見て赤いフロントサイドがついています。これがですね絶妙に当てやすかったり狙いやすかったりするのでそういう意味でも人気になっている商品となっております。アクリルがね他のメーカーさんからも出付けられたりもするけども、はい、これは元からついてますね。元々ついてます。そうですね。モデル。はい。これすごい、俺もこの間打ったんだけど、すごい狙いやすかった。狙いやすいですよね。かつそのスライド の戻りも早く、なんでリコイルがいい意味で少ないって言った方がいいですかね。シャープ？シャープって言った方がいいのかな。なんかそんな感じの、出来となっておりますので。マッチカスタム。はい。はい、ゴールドマッチ、ゴールドマッチ、うん、こちらね、まあ、いろいろガバメントシリーズあるんですが、まあ、ガバメントシリーズって基本的にどれでも、すごい人気が高い商品となっております。その中で今回は、うん、ゴールドマッチ選ばせていただきました。サバゲーマーにも人気、人気となっておりますので結構やっぱ使ってる人ちょこちょこ見るもんね。いますよ ね、うん、やっぱりハイキャパその中でもゴールドマッチって結構選ばれる方多いかなと思います、はい、ではですこちらが第3位でございました。はい、はい、では続きましてですねまたあっちに戻って第2位第1位連続で発表していきたいと思います。はい、第2位は、USP のフルサイズモデルとなっております。でこれ僕ですね実は愛獣なんですこれそうだっけ。僕これは USP 愛獣なんです。で、そうですね、僕が実はこの模型パドックに入店してですかね、初めてデメさんと一緒に、マリーさんの、東京マリーショーっていうんですかね、マルフェスの展覧会に行かせてマルフェス、マルフェス、そうマルフェス、マルフェスに行かせていただいた時に、はい、初めてこれ打って、そのリコイルの良さにびっくりした商品です。ね、そうです。で、これ今も説明したんですけども、すごいですね、内部機構がしっかりしてましてリコイルがすごい鋭いんです。でこの USP 以降出た、ガスブローバックハンドガンってとてもその機構を引き継いですごいね動きがシャープになってるものが多くなってます。これはちょっとびっくりした覚え。これは本当に出た時は感動しましたね、で、こちらの機種に関してはやっぱり USP シリーズ、好きな方、まあ、HK シリーズって方がいいですかね、好きな方いらっしゃって、ここで全部完結できるんですね、セーフティーでこれファイヤーで全て完結できる、はいはい、っていうのがこの USP の一ついいところともなってます、またこちらですね、またサイトなんですけれどもサイトはこれは、ドットが入っておりまして、これも狙いやすくなっております、でアフターパーツも結構 USP で出てまして、このパーツも交換できたりとかもしますので、はい、違う就航とかにそうですね、はい、はい、するのでこちらもぜひチェックしてみてください。ではこちらが第2位でございました。はい、はい、連続でいきます、続きましては、グロック19のジェネレーション4、最新のハンドガンとなっております、ジェネレーション4とジェネレーション3の違いっていうのはちょっと僕詳しく言えないのでやめときます。え？やめときます。いやグロックベスト10、ベスト10のね。じゃあその時までちゃんと勉強しておきますので、ですね、こちらの機種さっきの USP と同じような感じなんですが、とてもですね動きが、鋭く、シャープに動くような機種になってます、なので、ガスの中では非常に使いやすい、かつこれちょっと小さめなんですね、普通の17とかと比べて、なので手が小さい方でも握りやすいモデルじゃないかなって僕個人的には思ってます、なので、初めちょっと手がちっちゃいんだけど、グロックシリーズ持ちたいよっていう方は、この19か、もしくは、17のジェネレーション4、この2種類から選びいただけるといいのかなと思います、ちょっと今17の方がね、こちら展示品としてないんですけれども、こちら19も17もとても同じようなスペックとなっておりますので、見た目で選んでいただいていいのかなと思っております。ベスト5には入れてなかったけど、もう19か17のこのジェネ4、そうですね、がやっぱり売れ筋となっております、はい、なので、こちらもぜひ自分の愛獣として、
楽にできるものかなと思いますので、うん、こちらもぜひチェックしてみてください。ではこちらが第1位でした。はい、はい、というわけでね、今回東京マリさんの、はい、ガスブローバックハンドガンの5選といった形で選ばせていただきました。ベスト5さっき言えてたのにベスト5とさせていただきましたが、グロックシリーズ2つ、ガバ系2つ、はい、そして USB、 USB ちょっと個人的なところも結構入ってるんですけど、いやでもこれはやっぱりおすすめだよね。いやおすすめですよ、うん、おすすめです。まあ、他のもおすすめなんだけれども、はい、やっぱりね、基本的にその東京マリさんのガスブローバックって基本的に外れがないですよね。なのでまあ、基本的にはその自分が気に入ったモデルっていうのを選んでいただければ、まあ、間違いないのかなと思いますので、はい、もし今わからないこととかカスタムパーツどういうパーツがありますかってこともありましたら、私アガンガンもしくはまた別の店頭スタッフまで、はい、ご連絡いただければ、はい、お伝えできますので、どうぞよろしくお願いいたします。こういうコメントもあったね。あ、本当ですか。多分この店員さんに説明されて、あの電子トリガーかなんか、 ありがとうございます。すごいわかりやすかったです。ありがとうございます。本当かなと思ったから、まあね、はい、まあ、ぜひね、何がわからないことありましたら、模型パドック、ご購入も模型パドックまでどうぞよろしくお願いいたします。それではバイバイ。